して恐れずに未来のドアをその手で開けて、あなたの話す夢が好きだから、まだ遠い明日もきっと迷わず、そうよ迷わず越えてゆけるの。嵐の中で輝いていつだって見つめて将来米倉さんと一緒に歌える日が来るよって、もうめっちゃ教えてあげたいです今本当に貴重な経験させていただきました、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。私も本当すごい楽しく歌えたし、こうやって私も YouTube やってますけれども、はい、初めてこうやってコラボをさせていただく感じになったので、その第一号が七尾ちゃんということで、ありがとうございます。本当に素敵な歌声で、私もなんか心がこう洗われるような気持ちになりました。楽しかったです。ありがとうございます。そうなんですよ、米倉さんも YouTube やられてまして、はい、実はね今日もう一曲、そうなんです、一緒に歌いました。はい、その曲がね、米倉さんのチャンネルに上がってますので、はい、ぜひそちらもご覧いただければと思います。はい、ご覧ください。それでは、はい、七尾と米倉千尋でした。